ここ最近ずっとトーマを見てないな。あいつ何してんだ？何って言われても、きっとどうでもいいことばっかりやってるんだろう。酒の席について行ったり飯食ったりで、屋敷に帰ってきたら掃除とかね。ああいうやつが増えてきたから武士の魂も落ちぶれていったんだ。ただ口先を動かしてるだけじゃ刀も錆びてくる。あいつの体にはモンドの血が流れてると聞いたぞ。なるほど、道理で。なんでお嬢様はよりにもよってあんなやつなんか雇ったんだ？はあ、最近ずっと雨が降ってるもんだからよく眠れないよ。お、君たちここで何してるんだい？何かあったのかな？し、ただ休憩時間に雑談してただけだ。行くぞ。まだ他にやることがあるんでな。俺たちは忙しいんだ。トマ、お前も少しは緊張感を持った方がいいぞ。ご苦労様。でも、そういうのは俺の休暇が終わってからだ。悪いね。ちょっとした用事があって少し遅れてしまった。まあ、確かに聞こえてたよ。だが大したことじゃない。集団に馴染んでない者が非難されるのはどこでだって同じさ。裏で罵って鬱憤を晴らせるのなら言わせておけばいい。上里家にとっても悪いことじゃないだろ。そうだと思わないかい？うん、そうでないと。今日はとことんリラックスしよう。木漏れ茶屋を出てからずっと後処理に追われてたんだ。でもようやく休暇が取れてね。ここは人が多い。どこか静かな場所を見つけて今日の予定について話そうか。もちろん君をおもてなしする以上、君の意見も聞いておきたい。前からずっと考えてたんだ。君をおもてなしする以上、君の好みに合ったものにすべきだってね。でもどこに行くかについてはまだ明確なプランを立ててない。こういう時、室内でまったりするのと屋外でリラックスするの、君ならどっちがいいかな？外に行きたいのかい？ちょうど2つのおすすめの場所があるよ。もし猫や犬に興味があるなら、いい場所に連れて行ってあげよう。休みの日はいつもだいたいそこに行ってるんだ。たくさんの猫や犬に囲まれると心もリラックスできる。それとも町に行きたい？鳴上島の町中は今人が多くて混雑しているから離島に行ってみよう。そういえば俺たちが初めて会ったのもあそこだったね。もうずいぶん長いこと戻ってないよ。どうかな？君に決めてほしい。よかった。まさか君も俺と同じような趣味を持っていたとはね。普段は花見坂の近くにある新王の下でよく餌をあげているんだ。そこで待ち合わせしよう。俺は少し準備をしてくるよ。手ぶらではいけないからね。この場所悪くないだろ。町の外れには野良猫や野良犬がたくさんいるんだ。いつも木漏れ茶屋に行くとき、こうして食べ物を持ってきてこの子たちにあげている。それを長く続けていたらこんな規模にまでなっててね。最初は面倒に感じてたけど、実際に仲良くなると結構嬉しいもんだよ。そうかい？餌をやる回数が増えれば自然と仲良くなれるよ。そして不思議な責任感に駆られて、時間があればついこの子たちに会いに来てしまうようになる。ほら、君も餌やりをやってみる？この子たちが好きな食べ物を持ってきたから、これで仲良くなれるはずだ。安心してくれ。しつけてあるから人に噛みついたりはしないよ。悪者に会ったらこの子たちは逃げるけど、君ならきっと歓迎されるはずだ。
だって君は天性ともいえる親しみやすさを持ってるからね。動物はそういうのに対してとても敏感なんだ。こんなに早く打ち解けるなんて本当に君のことが好きみたいだ。犬がお腹を出して甘えるのはこの子たちとかなり仲良くなれた証拠だよ。タロー丸が地面に寝そべるのは本当に珍しいんだ。彼は人間だからね。いつも敵が近くにいないか警戒してる。そういえば何日か前にコンダ村の北にある砂浜でも人間を一匹見かけたな。人間は普段週末版の忍者のそばにいる。単独で行動する人間はとても少ない。人間の多くは引退後に相棒だった忍者に飼われることになる。ただシャブ業の人と一緒に暮らしている人間もごく一部いるけどね。あんな風に野外をさまよっているのは本当に稀なんだ。だから少し心配しててね。俺もシャブ業所に連れて帰ろうとしたことがあるんだけど拒絶されたんだよ。頭を撫でて仲良くなろうとしたら思いっきり噛まれちゃってね。でもやっぱり心配だ。あそこは普段人も通らないし食べ物にありつけてるだろうか。それもそうだね。前に見た時はかなり気が立ってたから君を噛んでしまわないか心配だ。手助けが必要になった時にまた出向くのが一番いい選択だろう。そうそう、最近は気温も低くなってきたし野良猫と野良犬たちにセーターを編んであげようと思ってるんだ。だけどあの子たちのほとんどは触られるのが好きじゃない。だから体のサイズを測ってあげられなくてね。それはいいアイデアだね。いろんな角度の写真を撮ってその中に写っているものと比較しながらサイズを推算すれば。うん、やっぱり君に聞いて正解だった。早速やってみよう。これで十分だろう。どれもすごく可愛いね。そう思わないかい？どんなセーターにするかちゃんと考えないとね。色の合う系統を用意しないと。後で雑貨店に寄った時に少し買うか。実は最初ここには一匹の犬しかいなかったんだ。今でも覚えてるよ。初めて餌をやったあの雨の日のこと。あの時上里家で新しい政策が出され、頭の固い子さんたちがそれに反対してたんだ。それである日俺は傘を差して身分の高い人を訪ねた。上里家の決断を支持してくれるようお願いするためにね。でも向こうはそれに全く興味を示さなかった。それどころか俺に門をくぐらせる機会すらくれず、そのまま武士に追い出されたんだ。最後はもちろん解決したけど、最初の何回かの訪問は順調とは言えなかったね。でさらに不幸が重なった。風がとても強くなって傘でしのげないほどの雨に降られたんだ。俺はすぐに全身びしょ濡れになってしまった。それで木の下まで行ったんだが、一匹の野良犬がそこで雨宿りしているのを見つけた。そいつは俺を見ると木の中心へと体を少し移動させたんだ。まるで俺に場所を開けてくれたかのように。そうして俺はそいつと一緒に座り、もう冷たくなったおにぎりを分け合った。体を寄せ合いながら雨が止むのを待ったよ。お偉いさんの目には俺はいてもいなくても変わらない家来に過ぎない。だからその人たちが何を欲しがっているのか、何を与えられるのか、俺は常に考えなければならなかった。だけどこいつらと一緒にいるときはそんなことを考えなくてもいい。冷めたおにぎり一つで友達になれるんだから。たとえ俺が手ぶらで来てもあの子たちは俺のそばに寄ってきてくれる。もしかしたら俺もこういう何ともないような関係が好きなのかもしれない。悪い、俺ばかりこんなに話しちゃって。
今度また一緒にここに来てくれるかな。あ、またここで会おう。眠い。先に処理すべき用事があってね。徹夜でセーターを編むことになったんだ。それにあの子たちに似合うかどうか、まずは人懐っこい子で試してみよう。このセーターは花ちゃんので、これはクロンの、こっちはキーノだ。これならこの冬を無事に過ごせるはずだ。そして花咲く春が訪れ、新しい一年を迎える。その時になればこの子たちも思う存分外を走り回れるだろう。生きてこの世界にちゃんと順応すれば、様々ないいことに出会える。幼稚な考えかもしれないが、俺はそう信じてるんだ。それにいいことはもう俺の身に起きてるしね。そうだろう。